かな。ここはもうちょっと可愛くしないとだよね。せーの、キャピリン。うんうん、いい感じ。って、あれ？キャー！鏡に誰か映ってると思ったらいたんですね。びっくりした。うー、見られてたって思うと今になって恥ずかしさが。今のは個人的に可愛いポーズの練習をしてたんです。え？頑張ってて偉いですか？そんなことないです。私はアイドルのプロですから、これぐらいは頑張らないと。それにこのアイドルポーズは研究生時代から、いえ、アイドルに憧れるようになった小学生時代からずっとやってたんです。だからこれは日課みたいなところもあるんですよね。え？なら飛び切りのアイドルポーズをやってみせてほしい？飛び切りのですか？わかりました。では行きますよ。キャルルーン。あれ？した時も同じことを言われたんですよね。あ、今日は一人ですけど、結構みんなでも練習するんですよ。私以上にみんな練習や特訓を頑張ってて、一緒に練習してると私も負けてられないって思って、つい熱が入っちゃうくらいです。こうして個人練習も欠かせないくらいに。だから私がこうやって頑張れるのも本当にみんなのおかげなんですよね。私のポーズはセンスがないってよく言われちゃいますけど、でも小さい頃から夢に向かって頑張ってきた証のような気もして、ちょっとだけ愛着があったりもするんです。ひなちゃんには別のがいいって言われたり、イブちゃんには荒々しい武士道的なポーズって勘違いされちゃったりもするけど、それでもこのセンスのなさも含めてずっと積み上げてきたものだから、私らしさなのかもって思うんです。そういう自分らしさを意識できるのもみんなと会えたおかげかなって改めて思います。だから私は自分らしいアイドルを目指して、これからもみんなと一緒に頑張っていきます。あ、それとですね、もちろんそのみんなの中にはあなたのことも含まれてますからね。こうして練習を見に来てくれたり、アドバイスしてくれたり、こういう他愛のないことでもちゃんと聞いてくれたり、あなたにはたっくさん助けられてるんです。だからこれからも私のことを、いえ、私たちのことを見守っていてくださいね。あなたが頑張っている分、私たちも精一杯頑張ります。はい、約束です。あ、もっとアイドルらしく言った方がいいですよね。約束だぞ。だからこのセンスのなさも私らしさ